こんにちは、さとちんです。今回紹介するのはこちら、お楽しみボックス。学生の方は夏休みで、お父さんのお母さんはお仕事お疲れ様です。7月号遅くなっちゃったんですけれども、開封していきたいと思います。1つ3000円のお楽しみボックス、ボリューム15です。おもちゃバージョンとアニメバージョンがあります。こんな感じ。今回もおもちゃバージョンから開けていきましょう。アニメバージョンはちょっとお休みで、それでは一緒に見ていきましょう。今回はどんなボリューミーなものが入っているのか楽しみだよね。オープン。バカッ、デデン。まだ入ってる。こちら、妖怪大将人面犬。めちゃくちゃ懐かしい。おまけの人面犬が入ってる。本当にこれさ、めっちゃ余ってるんだろうね。はい、それではおまけ、ドドン。レベル5のやつが多いね。スナックワールド、ヴィンサントのフィギュアです。これ持ってなかったんでね、よかったです。あとね、ピノキオも欲しいかな。これが2です。そしてツッカンもおせっ、ドラゴンボール。はい、こちら、これ前回も入ってなかったっけ。前回も入っていました。こちら悟空さんの修行のやつ、ダン。最近ね、空前絶後のうんちくんブームが来てるということで、多分ヒカキンさんのおかげかもしれないけど、原宿のねショップ店員の方が言ってました。景品でもね、うんちくんあるよね。まあそれ系列でうんちくんのぬいぐるみ、ミュン。ミュウツーの逆襲がやってるということで、あ、ちゃんとね、映画版ミュウツーの逆襲のやつのミュウです。エボリューションぬいぐるみ、ピカチュウ、ミュウ、ミュウツーがあるみたいです。なぜかガシャポーン。ガシャポンのこれが、鬼太郎バージョン、キャラコレ。バカ、一旦もめーんの台座です。一旦もめん。他には鬼太郎とか、猫娘とかいますね。こちらが、ミュウツーの逆襲のピカチュウ。これ確かやった思い出がある。これ見覚えあるピカチュウさんが出ました。それではポケモンつながりで、こちら。こちらに入っているのが、アシレーヌ。アシレーヌの、ポケモンスタイルフィギュア、サン&ムーン2です。食玩ですね。そちらと、おお、スナックワールド2個入ってる。第2弾が2つ。開けてみようか。トレジャラボックスだよ。1つ目はこちら、キノコ。2つ目は、デデン。こちらが出ました。マヨネのステッキかな。次、最近ね、導入されたんだけど、こちら、お菓子も入ってる。前回もプッチョ入っていました。違うバージョン。味わい、プッチョ、白熊。白熊アイスってあるよね。めっちゃ好きなんだけど、みんなはどう？その、プッチョです。どっさりフルーツ、小豆。こんな感じ。ほんとにね、白熊アイスうまいんだよ。九州で食べたい、本場のやつ。続いては、こちら。これおまけじゃないですね。妖怪ミステリーファイル01、灼熱の事件簿。これが入ってること自体が事件ですね。やーべえやつ入ってた。このファイルが、妖怪メダルが入るんですけど、入れにくいんですよ。それの有名なやつ。そしてこちら、ドゥルッベベーン。デラックス、キューガライドウォッチ。アーマータイム。すごいね。これも入ってんだ。クーガ。やったね。仮面ライダー、ジオ。キューガライドウォッチでした。これいいっすね。そして最後、いきますよー。これは、おいっこいきだな。ドゥイデーン。ドラえもん。これ、あれ？昨年もなかったっけ？去年もあったような気がする。このリュックで、この銃が撃てるやつ、水鉄砲。おいっ子に行って、妹からね、写真が来たはず、これ。ドラえもんバージョンか忘れたけど、なんかこれっぽいのあった。覚えてる方いたらコメントください。ということで、ドラえもんの水鉄砲でした。みんなで遊ぼう。大人も背負えるサイズ。プレミアム水鉄砲リュックでした。これがプライズ商品です。以上です。続いては、ででん！アニメバージョン開けていきましょう。もうすぐ8月ということで、アニメの切り替えなんですよ。なのでワンパンマンとか入ってたら嬉しいですけどね。どうなんでしょうか。オープン。デレーン。一つ目はこちら、メイドインアビスのぬいぐるみ、ナナチぬいぐるみ全一種。これもゲーセンにあるやつですね。プライズ商品です。続いてはこちら、プー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 さんだよ。これいいっすね。はい、プーさんのかわいいぬいぐるみ。いいねー。
めっちゃいいね。なんかこんな感じになってる。尻尾穴開いてる感じになってるね。可愛らしい。プーさんが出ました。続いてはこちら、うんちうんち2つなんでこれいつのやつ。あ、ドクタースランプあられちゃんうんちくんぬいぐるみマスコットって書いてあるわ。アミューズメント専用のやつです。こちらにもおまけって書いてある。おまけはこちら、約束のネバーランドのラバスト、名探偵コナンの服部平次のティーホルダー、そしてこちらもコナンくん、二つ目のカプセルも名探偵コナンのアムロが出ました。ほい。そしてこちら、ででん、ワンピースフィルムゴールドのポーチです。へい、すげえ神々しい。これを学校に持ってったらすごい目立つね。そしてこれ初めて聞いたんだけど、終わりのセラフ、ででん、チェーンコレクション。そして残りはフィギュア、全2種名探偵コナンプレミアムチョコノサフィギュア怪盗キットが出ました。名探偵怪盗キット、これは映画版ではないですね。 It's showtime、 大人気の怪盗キットが出ました。最後、ワンピースロロノアゾロ、イエーイ。はい、最後はですね、ゾロのフィギュアでした。以上です。はい、というわけでいかがだったでしょうか。お楽しみボックスボリューム15開封レビューでした。ぜひ楽しんでくれた方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。